ラジオバイオグラフィー5冊のアルバム今週のお客様はザ・タイガースのメンバーでドラマーのひとみみのるさんです。初はじめまして。はじめまして。ようこそ惜しくお越しいただきまして。ありがとうございます。未だに信じられないんですけども。はい、<laughs> ひとみみのるさん P が、こうやってあの、マイクの前に、はい。戻ってくるってことは絶対ないんだと。ええ、はい、ずっと思っていて、はい。あの、多くの方が まさか P が、とみのるさんが、お帰りになるっていう言い方もあれなんですけども、こうやって、戻りになるとは思ってなかったと思うんですけどそうですね、もう本人もそう思ってませんでしたから <laughs>。そうですよね。えー、えー、乗せられまして <laughs>。乗りやすいタイプのもんですから <laughs>。<laughs> あの、ま、今週週間一つ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。P こと、瞳みのるさん、1946年、 京都府のお生まれでございます。瞳みみのりさんご自身はどんなお子さんだったんですか えー、僕はもうどんどん甘えた、だったですね、小さい頃は。うん、で、小学校入ったらそれの落差が大きくて、今度はもうあの手に負えない、あの、なんですか、子供だということで。まあ、いたずら、そんなにいたずら好きではあると思えないんですけど、うん、やっぱり、あの、いたずらず、あの、ばっかりあって、それ授業は聞いてないし、うん、えー、学校内でトイレにね、すごい卑猥な落書きしたりとか。えー、それひとみさんがつえー、そうなんです。 で僕自身は、現行犯ではないんで、必ず誰か見たりしてそれで告げ口されて、ね、それで先生のところに行く。そしたら親が呼び出される、ね、そうするともう恥ずかしいから、やっぱりもうそれ以来親は、えー、不景戒とか、そういうのは保護者会には来てくれないという。うん、まあ来てくれないのでありがたかったですけれども。逆に <laughs> そうですね。音楽はお好きだったんですか音楽は、兄がね、あの、昇華ばっかり歌ってたんですよ。うん、小さい頃から。うん、で、兄が歌ってる歌をいて、僕はよく 覚えましたねその頃歌謡曲とかあるいはジャズだったりとかってそういうことは全然なかったんですかそうです、兄は何でも歌ってましたけど、特にあのショーカは一番よく歌ってました、えー、で、やっぱりあの僕もまだ今度戻ってきたわけですけれども、うん、戻ってくるにあたってやりたいなと思うのは、やはりショーカーの世界なんですけどね。 聞いてた昇華ってどんな昇華ですかええー、まああの、ちょっと寂しい歌ですと、旅愁だとかね、はい、それから、羽生の宿とか、はいえー、そういうアメリカから来たものが多いですね。イギリスまたはアメリカから来た、そして日本に流れてきたという、うん、そういう明治の頃の。で、それは、でも結局今度 GS のところでつながるんですね。P、うん、瞳にみのりさんにとってのその最初の音楽体験が昇華だってのは、これ後々、 ずっとこう、生き続けていくわけです、ね、そういうことなんですね。自分では意識しなかったんです。体内、脳内にすべてって。ええ、全然意識しなくて、それがこの、ええー、なんですか、あの、鉱脈のように、えー、あの、下に地下水みたいに、こうと、ぷーっと、あの、えーえー、湖、あの、泉みたいに、あの、湧き出てきたという、えー、そういうことなんですね。えー、ドラムスを始めたのは何でな ドラムを始めたのは、あの、兄が、ま、やっぱり兄の影響、兄は35歳で交通事故で亡くなったんですけれども、兄が好きで、えハワイアンやってたんですね。で、ウクレレやってたもんですから、で、僕も弾いてたんですけどね、え僕自身、あの、血の巡り、頭の巡りが悪いもんですから、結行状態良くないんですよね。結構。え今ちょっと大丈夫ですかいやいや、すいません。あの、突っ込んだ方がいいのか、黙ってた方が、するした方がいいのかなってちょっと。いや、それで、あの、 当初っていうか、霜焼けになって、もう手足、もう本当に、あの、も,うものすごく痒くてね、痛くてね、うんえー、特に冬ですよね。はいえー、それで、えー、特に、その中でも悪かったのは左手、小指が、うんあ、それによってね、曲がってしまったんです。で、まあ、その頃ちゃんと、親がね、あの、見ててくれてやったらいいんですけど、兄弟が6人と、多かったもんですから。はいはい、そうです。 そんな細かいところまで見てもらえなかったことによって、やっぱりあの適当な治療が受けられなかったということがあったと思うんですよね、はい、だからそれで、えーまあ、曲がってしまった。 たままになっちゃう左手ですか左手なんです。あ、今でも曲がってますね、えー。ちょっと曲がってるんですよね。そうすると弦を押さえるの大変ですよ。ね。えー。で、弦が押さえられない,ないもんですから。で、あの、えー、やっぱり小指がこう自由があんまり効かないもんですから、うん、これはやっぱり、あの、えー、弦楽器は無理だなと。うん まあ、え、ドラムを選んで。で、みんな、じゃあ何やるみたいなね。え、あの、岸辺は、え、じゃベースだという。まあ、ちょっと地味な、地味な感じだから。岸辺はって話は出てきましたけど。あ、岸辺一得でした。サリーさんですね。そうですね。あの、サリーさんとの出会いってのは、いつ頃だったんですかえっと、中学3年の頃、同じクラスだったんです。中学の同じクラスえ。クラスメートえ、同級生。その時に、バンドやろうよって話だったんですかあの、その時に、すぐにやろうということではなくて、あの、 友人ですから、中学卒業して、うん、そして、えーまあ、彼自身は別のところに仕事に行ったり、うん、学校も行ってたんですけど、うん、僕も同じようにあの夜の学校行ってました、うんで、そして2年ぐらいですね、うん、あの河原町歩いたときに、師の森,森本太郎っていうのとばったり出会ったんですよ森本太郎さんとばったり彼はあの、僕は小学校の3年、4年は同じクラスだったんですよ。<laughs> で、彼は僕のその悪行というか、あの、えー、やんちゃな、あそうえー、わんぱくなことは、あの、とに卑ひいな落書きしてたこのことよく知ってる。みんな知ってます。もの <laughs> 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 悪名、悪用たか、ふんふんたるもの。<笑><笑> で、市場河原の河原町で終わばったりあって、ええ。太郎どうしたのみたいな話になって。それで、これは岸辺一徳だよっていうことで。うん、で、じゃあ、何してんのって言うから、えー、お茶でも飲みに行こうかとか、うん、えー、この近くに田園て、あの、ダンスホールあるから、うん、えー、ダンス行かないとか。うん、で、僕自身の高校に、えー、2年、僕は3年の時に彼は1年だったかな。うん、か、高橋、高橋克美って。まあ、その後、高橋克美 のトップですね、彼がその、えー、山城高校っていうところに僕はいたんですけど、出入、はい、の、えー、彼が入ってきたもんですから、ちょっと見かけもいいし、えーまあ、普通の感じじゃないから、はい、あいつも呼んで、はいえー、一緒にじゃあ、その田園に行こうじゃないかということで、はい、仲間に入れたんです。 で、そこで4人が集まりましたよね。ええ、で、その後ですよね。はい。はい。その後に、あの、まあ、ダンスホールで、うん、え、ダンスを踊る。そうすると、あの、その時に、あの、ダンスホールで歌って、えー、まあ、あの、えー、サンダースというグループがあって、うん、そこの、あの、えー、まあ、バンドボーイみたいな形で、うん、沢田賢治がいたんですね。うん、で、一番端の方にいて、タンバリンかなんかやってるぐらいしか、で、ワンセージ1曲ぐらいはしてもらうっていうような感じで。うんうん だから、あの、あそこで歌ってる、ね、あの、沢田あたり、まあ、あの男、どうなのかな、なんて、えー、一曲ぐらいしか歌わせてもらえないんだから、どうせここで、あの、味噌カツなんだから。<laughs> <laughs> で、あの、ちょっと声かけてみたというような話ですね。 声かけてみたらどうでしたえー、そしたら、思いのほか彼もは乗り気で、うん、えー、あの、やっぱり将来そういうことをやって、東京に出たいとこう言うから、うんうん、じゃあ、えー、お前の夢を叶えてやろうみたいなね、<う> <laughs> えー、感じがあったわけです。そこで、タイガースの5人が揃うわけですね。そうですね。すねただタイガースという名前じゃなくて、その全身のファニーズ結成して、ええええ、で、大阪のこれがあの、非常にまあ、 なんですかねタイガースストーリーな必ず出てくるジャズ喫茶ナンバー1番のオーディション受けたら合格した、ええ。そうですね。ところはその、京都と大阪近いんだけども、通う、ええ、のは大変だって言って、うん、大阪でアパートを借りて、えー、5人が暮らすことになった。そうですね。ナンバーよりもっと南の方ですね。そのアパートが、ええ、なんてアパートでしたか名月荘って言うんです。名月荘。ええ 今も残ってんですってね。そうなんですね。驚きましたね。ええー。まだ、あの、潰れないでね。っていうか、もう本当にね、ちょっと人打ちすれば、バタッ倒れるような、もう感じですよ。<laughs> 実は今、今そこに写真があるんですけども。そうなんですよね。はっきり言って、うわ、これはもう昭和のアパートですよ。えー、典型的な。そうですね。世界屋の遺産には登録しようかな <laughs> <laughs> その名月層の、<laughs> これはあの、どこですかかもですかこれ、ね。かもですね。カモイに、ね、ザ・ファニーズ・オブ・ e s o という、これマジックで落書きしてる、これ誰書いたんですか沢田が、沢田健二が入、はいた。落書き。<laughs> まだ残ってるって驚きですね。すやだからやっぱり世界,です、ね、世界分解さんですね。世界文化遺産ですよ。その後東京に出るきっかけになったのが、うん、内田祐也さんとの出会い。 そうですね。ええ、あの、ゆうさんはね、ナンバー1番で、あの、見に来てたんですね。うんえー、まあ、多少見込みがあるみたいな形で。で、いよいよ5人が東京に出てくるということで、もう初日お時間になっちゃいましたんで。<laughs> はい。ええー、この後も、えー、少しずつ急ぎながらもお届けしてります、はい、よろしくお願いします。えー、ひとみみのれさんに明日もお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラジオバイオグラフィー5冊のアルバム今週のお客様、ザ・タイガースのメンバー、ドラマーのピーコと、 ひとみみのるさんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ザ・タイガース。はい。まあ、渡辺プロダクションと契約して、僕のマリーでデビューすることになりました。はい。この時にタイガースという名前をつけたのが、ええ。作曲家の杉山浩一さんはい、そうです。はい。杉山さんが、もう、鶴の一声で。うん。なんでタイガースだったんですかね。ええ、まあ、あの、一番端的に言えばもう、あ、大阪から来たのうん。 はいガすか <laughs> っていんな感じで。ええー、なんていうね、もうね。ピースそれ本当の話ええー、本当ですよ。簡単に決まるもんですね、えーえーえー。でもね、その後お会いしたらね、いろいろ、あの、杉山先生、そんな、どうしてつけたかっていうこと、また、面々とお話しなさってました。<laughs> あれちゃんとあるんだ。えー、えー、えー。 まあ、と、その当時、あの、動物で、うん、えー、の名前を付けるバンドが多かったと。うん、で、まああの、東洋ではね、うん、えー、やっぱり、あの、虎が、うん、百獣の王ですから、うん、えー、それは、あの、ふさわしいんじゃないかと、に考えておジャガースでもなく <laughs> そうですね。タイガースに。<laughs> そうでしょね。えー、さあ、僕のマリーでザ・タイガースがデビュー。そして、えー、シーサイドバウンド、モナズの微笑み。はい。えー、とにかく、出す曲出す曲が全てヒットしていきました。まあ G.S. ブームの中で、そのトップにあっという間にこう、上り詰めていく中で、その当時の P. ひとみみのるさんはいかがでしたいや、もうそれは今、あの、おっしゃられたように、あれよあれよあっという間という感じで、え気がつけばというようなね、感じで、本当にもう、あの、 えー、何が一体起こってるのかわからないような、もう自分自,自分自身さえ自分自身で見失うような、そんなふうに、あの、こうなんか頭の中でお祭り騒ぎが起こってるような感じがしましたですね、一日中。<laughs> 6四年デビューして、もうとにかく走って走って、で、休みたくても走らざるを得ないザ・タイガースが、ええ、69年に、えぇ、ええー、瞳さんの後輩でもある、高、うん、橋克実さんが脱退という。 そうですね、トップを脱退って、これ、大ニュースになりましたねそうですね、あの突然、脱退というか、失踪っていうか、失踪事件ですよね。こだったんですかえっと、渋谷の、えー、宮益坂にある斎藤楽器店というのは、今でもあるんですけれども、はい、そこで練習した練習中に、えー、突然、ふっといなくなっちゃったこれ、ギターも置いておきっぱなしだと思いましたけれども。 えー、それで、じゃあ、もう練習続けようと思ったら、あ、いないという。え、どうなったのって言ったら、それ以来音信不通で、えー、全然なんか連絡取れないという。で、まあ、そのうち、もう、あの、えー、テレビとか、いろんな仕事も、あの、ありますし、それ、うん、からレコーディングだっていろいろあるから、どうするのって言って、どうにもならないっていうことで、えー、もうしばらくあれば、1ヶ月ぐらいですかね、うんえー、もう仕事休みになっちゃったんですよ。 まあ仕事休みになって楽しかったですけれど <laughs> トップのおかげで。<laughs> でも本当にどこにいるか全くわからない状況。ええ、どこにいるか連絡取れないんですもん。でそこでその、花々しく、アメリカから、ええ、 で,でしたよねそうですね。ええ、あの、岸辺一徳さんの弟さんの岸辺四郎さんが、まるでジョン・レノンのような挑発で、なんかその飛行機から降り立ってくるっていうのを僕記憶してるんですけど、あの、トップの代わりに新しく加入した、そうですね。タイガースのメンバーで、すごいやつがアメリカからやってきた。いえいえ。実は音楽的にはほとんどやってなかった,た、ええ、あの、ギターとか楽器は全然弾けなかったんですね。ええ、だから、後からです。<laughs> ただその、岸辺史郎さんがまあ入ったことによって、タイガースの5人というのは一応、まあ、格好としては成り立ったのかもしれないけども、そこは、人耳のるさんからすると限界って感じたんですかあの、バランスが崩れましたね。うん、やっぱりあの、僕ら、やっぱイメージとか、このやっぱり5人でやっていくんだと、思ってたから、うん、そして、えー、志郎がどのぐらいできるかってわからないですよね。うん、未知数ですから。あの、歌もほとんど聞いたことなかった。 ね、音楽事情はすごく詳しいんですけれども、他のこと一切知らなかったので、ただし、他のものを入れるっていう案もあったんですけれども、それ入れると、やっぱりわれわれが京都が持ってきた、そういうなんていうか、えー、雰囲気、うんえー、やっぱりこう、別にその血の純血ではありませんけれども、はい、それがちょっと崩れるような形、それがやっぱり嫌だったですね、だからうちわでやりたいと。 えーまあ、苦肉の作だったわけですけども、たまたまでも、あのシロは歌がうまかったし、うん、そして、えー、声が高くて、かつみ、かはしかつみのパートをやっぱりそのままあ、スポット入ったわけです、うんえー、楽器は、まあ、タンバリングぐらいしか叩きませんでしたけ <laughs> れどもであと、おおいあのギターを少しずつ覚えてという、うん、そんな,ふうな状況だった,です、ね、ただ、とうとう71年ですか。 そうですね71年に、えー、もう終わってますけどね、えー、日本武道館で解散コンサートになりました、はいえー、でもう解散っていうのは、もう,こう限界っていうのはもちろんあったと思うんですけども、ただ、その解散ということは、もう、えーえー、要するにタイガースとしては、もう活動は一切しないっていうことですよ、ね、そうですね、もうこれであの永遠に、えー、もう幕を引いたと、うん、僕はそういう意味であの解散だと。 だからその武道館コンサートの打ち上げがあって、ええ、なんかちゃんこ屋さんそうですね、ええ、忘れもしませんね <laughs>、えええー、武道館が終わったその夜です、えー、その夜、吉田優也さんなんかがですね、えーまあ、最後だから。 飯でも食おうということで、うん、渡辺プロの、まあ、社員だとか、うん、そういうのが集まって、えー、ガード下のですね、うん、そのタイガースの雰囲気にはふさわしくないようなね、うんえー、ガード下のちゃんこ料理屋で、うんえー、最後の晩餐というわけですね。ところが、み、はい、さんはそのちゃんこ屋さんの前にトラックを待たせておいて、えー、打ち上げが終わった段階ですぐにもう京都に帰った。えー そうですあの当日、自分が住んでた目黒の方にあにマンションがあったんですけれども、うん、そこので荷物を朝に積んで、そして武道館までその荷物をやっぱりトラックごと持って、そして今度は打ち上げ会場のところそのガード下のところに止めて、うん、そしてまあ彼らとじゃあさよならということで、トラックに飛び乗って、そしてそのまま京都に帰っていったんです。 それ以降、はい、38年間、はい、メンバーと会うことはないんですね。ええ、会ってませんね。会わないって決めたってのは、要するにもう全く違う道を歩もうとしたのが、まあ、慶應義塾大学に行って、ええ、で、中国に傾倒されていきますよね。そうですね。ねえ,ええ あの、自分が進む方向と彼らがやっているその方向とは違うのでね、うん、あの、それはもう接点はないし、交わらないと、うん、ふうに思ってましたから、ええー、まず、もう、特に会う必要もないんじゃないかなと僕思ってたんですけどね。それはカタクに見えちゃったんですけどね。ああ<ー>。いいじゃんって、<laughs> 今<っ>て <laughs> い、そうですね。<laughs> やめてから10年後ぐらいにね、うん、あの、なんか、あの、もう一度彼らやりましたよね。あの、色付きの、 の頃かなそうですね。色付きの女でいてくれで,ですよね。ええ。あの時に、僕は全然知らなかったんですけれども、うんえー、多少なんか、もう一度できたらな、なんていうことをみんなが言ってたみたいですね。<で>えー、その時は、P さんのところには、連絡はなかったんですか僕は聞いてません。あ、そうなんですかえー、聞いてないですね。 だからでも学校の方でねあのそういう申し出があった時に多分もうあの、えー、もうあの瞳は多分そういうことあのもう興味もないしあの出ないからそっとしておいてやってくださいみたいなこと言ったんじゃないかなと思うんですけどね。 要するに今、慶応義塾大学出て、本当は学校で研究生活を続けたかった。中国史とか中国語とかいろんなことで。ただ、その、その後、まあ、空きがなかったんで、慶応義塾高校の教員におなりになりますよね。そうですね。ですからもう、先生になった以上は、慶応高校としてもそういう芸能界のことはタッチさせたくないし、なんて言ってもその、慶応高校のえと中国語あの、あまりその当時中国語っていう授業なかったですよね。そうですね。うん それをまあ、授業を受けた人の数ってものすごい多いんですよね。そうですね。あの、あの頃で、ええー、最初にあの、やっぱりドイツ語とフランス語と、それ中国語。うん、中国語は後から入ってきたんですけれども、うん、まあちょっとあの、まあ、あ先借りて、そのうち、こう、思いは分取ったみたいなね、ええ、形で人数が増えてきたもんですから、うん、もう、ほとんどがあの、中国語取った。ドイツ語、フランス語は人気がなくなっちゃった。<laughs> だからみんなもすごい厄介な。逆に言えば瞳先生の授業は面白かったんでしょうけども。<laughs> いえいえ。さあ,あ,あ、教師、瞳、稔ではなく本名になるわけですね、今度は。そうですね。ねええ、明日がその続きを伺いたいと思います。はい、明日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ますラジオバイオグラフィー5冊のアルバム、今週のお客様、ザ・タイガースのメンバーでドラマーの瞳稔さんです。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 ザ・タイガースとしての活動期間って実にとも、すごく短い中で、はい、まあ,あ、元々京都の、まあ、気心知れている友達同士が集まってで、好きな音楽をやって、そしてそれがザ・タイガースとして花開いた。 このメンバー間でやっていたのは、かはしかつみさんの脱退もあって、まあの、の、後に岸辺史郎さんも加入するんですけども、まあ、いろんなところでも限界もあったし、人間関係もだんだんこう、同じメンバーなのに疎遠になっていくという中で限界を感じて、ザ・タイガースは解散。ええ、<laughs> その後、えぇ、ー、ひとみみのるさん、はい、P は、P を辞めたんです。<laughs> えー、慶應義塾大学に進まれて、その後慶應義塾高校の中国語の先生になります。はいはい ただ当時は、生徒が、先生って昔、バンドやったんですかみたいな話はあったんですか えー、まあ、あの、時々気が向いた時には、そうだよ、とかって言うし、うん、それがどうしたのみたいなことで突っぱねて授業その、やっぱりあの、やらなきゃいけないということで、ね、<laughs> 無視してやりましたけどね。じゃあ、当時の話も生徒たちに聞かせたこともなかったいや、えー、ありましたけどね。時々。えー、どんな話されたんですかあいや、あの、まあ、実は高校、広告、広告だったよと。うん、まあ、とんでもないことでね、大変、あの、なんか、えー、そういう仕事ばっかりでね、あの、 コキ使われていてね、えー、今はもう本当に、あの、跳ね伸ばして、ここでゆっくり授業してるの楽しいよってたただその中国語はもちろんですけども、そのうちその中国と日本、えーえー、あの、まあ、イデオロギーとか、えー、過去のいろんな歴史とか、うんぬんはなしにして、えー、例えば中国の詩とか、えー、それからその歌とか、えー そういうものをどん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 こうひとみさんはこう研究するようになっていくわけですよね。そうですね。えー、あの、やっぱりあの、僕らの音楽の後ですけれどもね、うん、あの、ちょうど僕らがやってた頃のは文学。 で、あの、文化大革命何もないんですね。はい、空白なんて完全に空白なんですね。はい、で、その後、えー、例えば、あの、サーダーケンジの歌を真似する、あの、チャンシュエヨっていうね、うん、中学友なんていうのねあの、ウェンビエっていう、あの、キスして別れるという歌なんかありますけれども、うんえー、そういう歌を模倣しながら日本、 の音楽を、あの、やっぱりやってるわけですよね。うん、で、まあ、澤田の歌で、例えば、あの、時の杉行くままにしたっけ、うん、あれなんかでも台湾の歌手がかなりやっぱり、あの、カバーしてるて。うん、で、澤田自体は知らないんですよ、それは。あ、そうなんだ。そうなんですよ。うん、で、それがこの大陸の方でヒットしてるんだけど、全然澤田は何にも関係ない。で、たえ大陸の人は、澤田賢治は誰か何も知らないですよ。うん <laughs> そういうこともあるわけです。歌だけは一人歩きしちゃってるんですね、えー。で、僕自身、またそれとはまた別に、まあ、それはカバーの話ですけれども、うん、えー、中国、だんだんそれはやっぱり、独自のものはできてきてるわけです。で、詩の内容もやっぱり、あの、えー、どういうふうにね、あの、愛は、まあ、愛しと愛することは苦しいとかね、うん、えー、生きていくのは難しいとか、うん、いろいろ哲学的な、またそういうような生活に出したものもいろいろ出てきて、幅が広くなってきてる。うん、そういう音楽事情を こう見てきてで、その中で、やはり、あの、えー、僕なんか耳にしてるような曲、あれこれ、名誉の昇華じゃないの、うん、我々の曲じゃないのと思ったけど、うん、でも、我々の曲だなと思ったのは、先ほどちょっとお話ね、うん、あの、先ほどっていうか、前回ね、お話ししている、前、えー、前回でしたっけ、あの、お話しした、最初の頃にお話しした、うん、あそういうような、あことで、えー イギリスやアメリカから入ってきたもの。そしてそれが日本語を通って、まあ、そうですね。すね日本を通って、えー、要するに中国に渡る。はい、まあそのまあ代表的なものは、あの、旅衆という歌がありますね。はい、あれはあの、アメリカの歌で、アメリカ人は誰も知らない。そして日本に流れてきて、旅衆というあの詩を、あれ、インドを休憩というのは作っ そしてその当時の、あの、新潮の時代の留学生がそれを聞いて感動してその曲を持って帰ってまた日本と同じように詩をつけた。 今度は監視のようなもの。そして、えー、中国人みんな知っているというような流れが、えー、僕は中国を研究っていうか、まあ、あの、中国っていうのは、あの、単に、あの、政治だけではないし、経済もあるし、歴史もあるし、えー、そういう文化全般にわたって、やっぱそういう影響を受けてるわけですから、そういうようなものから、あの、やっぱりいろんなことに、あの、監視持ってなきゃいけないんですよね。はい、で、その監視持ってる中で、そういう引っかかってくるものがあって、 彼ら一体何なん,なんだろうと思ったら、それがみんな、あの、えー、中国人は、それは、旅衆っていう歌は、中国の歌だと思ってますから。で、日本人は、旅衆は、日本の歌だと思ってますよね。で、アメリカ人は誰も知らないって。こういうは面白いな、というね。だから、一つの、あの、かまぼこの板みたいに繋がってるんで、かまぼこの表面は違うけどね。はいはい、そういう、その、繋がってるところは、その、えー、時間の流れで見ていく。そして、その、 ところアメリカがあって、日本があって、中国があるというようなことがね分かってくる、うん、それはすごく楽しいことなんですね。うん、まあ僕らあの、の遣唐使、まあ、その前の遣隋使から中国の文物制度をこう学んだわけですけれども、うん、そして明治の頃には、今度は逆に中国人が日本にやってきて、日本の制度も学んだわけですよね。うん、まあもちろん漢字を使っているから、彼ら学びやすかったら、うん、西洋の僕らがあの僕がああ祖先はあの 得たもの、みんな、あの、えー、漢字に翻訳したわけですね。うん、日本語混じりですけれどもね。はい、あの、カタカナ、ひらがな混じりですけれども、えー、漢字を入れて。そしたら、中国からやってくる人は、その漢字を見て、今度は、 アメリカやイギリスまで行かなくてももっと近いところで簡単に学べるということで、あの、新朝政府がたくさん大量に送ったわけですね日本にね。で、それを持って帰っているから。で、彼らは日本人が作った漢字やなんかも今度また使ってるわけです。僕ら中国からもらってきた漢字を、えー、ねあの、奈良時代や平安時代もらってきたものを僕ら使っていますけれども、今度はその漢字をまた日本人独特の使い方をしているわけですけれども、そしてそういう歴史があって、 今度は中国人はやっぱり追いつけ追い越すで日本に学ばなきゃいけないってんでやってきて、うん、そしてその、まあ、欧米の文物制度っていうようなものを学ぶその手段として中日本語をやりそして日本のそういうようなもの音楽絵画みんな入っていくわけですね。 あの当時、明治時代なんかでもあの、裸の女性、つまりラフの絵なんか、中国じゃ描けませんから、うん、だけど、そういうのものもやはり、あの日本に来た、そういうその留学生。 僕らが、僕は留学生として中国に来ましたけれども、うん、彼らは春秋の時代の人は日本に来た留学生がそういう絵画、美術や音楽を日本で学んで持って帰ってるわけです。政治家で言えば、周恩来さんもそうだし、ええ、それから秋生前の老人さんだって日本に来て、ええでね、で日本のことをこう吸収していって、うん、まあ後にいろんな展開があっていくんですけど、そうですね あの人の流れって面白いですね、そうですねそれでやっ,やっぱりね、あのこうお互いにあの刺激し、刺激され、えー、そしてやっぱりあの吸収し、吸収され、そして行ったり来たりしながら、こう、文化っていうのは動いていくんですねこうやって38年間、あなってないんだけども、うん、街にはジュリーの歌も流れていたわけですよね。そうで、すねでいい曲多いですよね。えー、そうですね。そそそのの時は旧友ととしてて聞いてたんですかそれともお いい音楽だなと思って聞いてたんですか、瞳さんは。いや、あの、彼のやっぱりパフォーマンスは素晴らしいですよね。うんえー、だから、それこそ、その、やっぱり、あの、見て楽しむ。うん、そしてまた、彼自身歌もうまくなってきてるし、うん、歌って、やっぱり、あ昔よりうまくなってるなと思うし。うん、ただし、あの、それをもっぱら聴くっていうことじゃなくて、たまたま聞こえてくるだけで、うん、えー、あの、もっぱら聴くような、あの、時間的な余裕はなかったんですよ、僕。はいもう。ほとんど。 えー、子供は二人いましたけれども、あの、七つ違いなもんですから、十年ぐらいは子育てやりましたね。ああ、そうですか、えー。それで、主婦やりました。ああ、そうなんですか。えー、あの、結婚されて離婚されてますよね。えー、えー。だからね、えー 当時はね、あの、予備校で、あの、非常勤、あの、講師やってたんですよ。はいはい、そして、あの、慶応高校で教師やってたでしょ。うん、そして、うちで、あの、主婦やってたんですよ。うん。だから、もうすごい忙しかったです。だから、もう、あの、音楽を聴く余裕なんてもったくないですよ。ああ、そうですか。えもうなんか、もうまるでそれもトンネルの中ですよ。はあ、遠ざけていたんじゃなくてもう、そういうことじゃなくても、日々の生活が忙しくて忙しくて,しくて、ねえー。だって、子育て大変ですよ。 そ,そうですよね、えー。だってバギーをして買い物してね、うん、そして風呂に入れて、食事作って、うんえー、おもつ替えて、それは大変ですよ。まあそういう生活がまあずっとあって、まあ、中国とそのまあ文化、音楽、うんうん、いろんなか,かけ橋をやりながら、ただ、このスタジオにいらっしゃるのは、ザ・タイガースのメンバーのひとみみのるさんなんです。<laughs> なんでタイガースに戻ってきたのか。はい、残す 日にちは一日でございました。<laughs> そうでした。明日伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラジオバイオグラフィー5冊のアルバム今週のお客様ザ・タイガースのメンバーでドラマーのピーことひとみみのるさんです。38年間連絡を取らなかったザ・タイガースのメンバーと2008年に瞳み,みのるさんは再会することになります。はい。 それを会おううとということになっっったたのはきかかけ何だんです最初僕は音楽でスタートしたわけです。タイガースという、まあファニーズからありますけれども。はい、そしてあとは僕は自分自身でまあ文学というね、題されたものではありませんけどやっぱりあの文学というもので、えー。そしてやってるうちにですね、じゃあ次に何をやるんだっていうことを考えたときにで、その間に中国との関心はずっとあるわけで、そうするとやっぱりあの音楽と と、それから、中国の、ものを、同時に、融合した形でできないかと。こう考えたんですね。うんはい、そしたら、あ、そうだ、僕自身、やっぱり、あの、関心、中国に行ってから、また逆に関心持った、日本の歌って言ったら何なんだろう。で、我々のルーツって言ったら何なんだろう。っていうことを考えるようになってきて、えー、じゃあ、音楽と文学を一緒にやろうと。うん、そして、あの、明治期の音楽、というようなことになってくると、あ、そうか、これ音楽でまたみんなと繋がるな、という。 そこで接点ができてきたんですよ。えー、それで、えー、ッとその、えー、昔の、あの、えー、中井く二っていうあのマネージャーが、あの、ちょうど2008年に訪ねてきた頃に、そういう気持ちだったんですよね。中井く二さん、当時のタイガースの、えー、マネージャーをやってらっしゃった方が、えー、慶応高校にいらっしゃったんですか、ね、そうなんです。えー、で僕はその時は不在だったんですけどもね、えーえー、名刺置いていかれて、あの、電話でもくれみたいな。えー それで、今更何なのと思いながらも、そういう僕自身の頭もあったもんですから、うん、あじゃあ電話かけてみようか、っていうことで電話かけたら、一度も会わないかっていうことで、で、その後何度かお会いして、えー、実は僕も随分誤解して中井さんの人柄はそんなに変わるもんじゃないんですけれども、えー、まあみんなも、あの、会いたがってるし、会わないかっていうことで、 えー、2008年の、えー、12月27日ですね、まあ、渋谷の居酒屋でですね、料理屋で、えー、みんなで38年ぶりですか。5人集まったんですかい,いえ、それがみんな、僕は5人来てると思ってたんですよ。うん、そしたら約1名来てないんですよね。 それは、か橋し美なんですけれど。もトップさん来てる、えー、それで、えー、なんで、僕が一番こう、あの、なんか、きにくい立場で来てるのに、トップが来てないっていうのは一体何なんだろうなと思ってね。<laughs> よほどのことが起こったのかなと思ったら、いや、そうでもないみたいなこと言うけれども、結構やっぱりその後の、あの、圧力があったみたいですね。彼ら、最後、間に。たその、ジュリー、サリー、タロウ。うんうん 38年ぶりに会いました。そうですね。太郎さん泣いちゃったんですってええー、太郎はね、泣き出しましてね。ええー、ちょっと待ってくれよ、なんて僕は思いましたけどね。<laughs> えー、でも、本当に、あの、太郎は人柄は変わらないですね。えー、純情太郎、変わらないです <laughs> どうですか、いろんなことがこう、相馬党のようにって言葉がありますけども、えー、どんな会話になるんですかいや、やっぱりね、お互いにこう、最初は探り入れるような形でね。<laughs> えー、やっぱりそれは時間が経つうちに、もう4、5時間経ったと思いますけども、そうしてくるとやっぱりね、やっぱりあの本音がどんどん出てきますよね。そしたら、あ、そっか、なんかまた、あの、どん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 それがですね、昔の時代に帰っていくんですね。えー、また、ファニーズの頃のようなね、気持ちになったんですよね。<laughs> でそこで、ファニーズの頃のこの感覚が戻ってきた。で、やらないか そうね、その場でね、やんないかっていうから、えー、えー、何言ってんのこの人たちは。<laughs> って思ったわけですけれども。<laughs> えー、でも、待てよって、ちょっと考えて、それで、まあ、あの、まあ、決定的には、その、その後に、あの、ロンググッドバイの後でという音楽、はい、あ後でじゃない、ロンググッドバイというね、うん、えっと、森本太郎が作曲した。2006年ですね。そうですね。えっ、ー、と、太郎さんが作曲で、えー、サリーとジュリーが作詞したとこれ、 P さんが京都に帰る前に、サリーさんに言った、一緒に帰ろうよっていう言葉が元になってるっていう,うね,ね、ええ、そうあの言ってますね、まあ、僕の同僚が、えー、当時、NHK の「ソングスという番組、えー、録画してたんですね<ー>であの、僕に送ってきたんですよ、フランス語の先生がね、うんえー、で、それ見たら、その歌を歌ってる。 あそうかそういうように思ってたんだなジュリーが歌ってたんですよね「そうですね,ね、ええ、だからそれでうんまあそれに対してやっぱり答えなきゃいけないなと思ってすぐに、えー、北京で作曲して作詞して「まあ、道」というアンサーソングをあの作って、えーでまあ、その後にあのに録音することになったんですけれども え、それはまあ、そう思うか、のようなもんなんですけどね。お互いのね。えー、はい。今年、暮れです。はい。ついに、ザ・タイガースが、オリジナルメンバーで復活します。5人が揃うのは、なんと44年ぶりです。改めてザ・タイガースで5人揃って、プレーをするっていうのは、瞳み、えー、のるさんにとってどうですかまたね、あの、みんなの声が聞こえる。えー、それぞれの。で、また、あの、 トップも、歌いを上げてますしね。えー、ギター、どれだけのうまいギター聴かせてくれるのかな楽しみですしね。太郎が、どんなハーモニーをね、もう一度また復活させてくれるのか。岸部は低い音でね。沢田は歌うまくなってるしね。えー、で、あとは僕は足を引っ張るだけですから。<laughs> えー、今年の12月、ザ・タイガース、オリジナルメンバー。はい。瞳みみのる、岸部一徳、森本太郎、そして、 かはしかつみ、さばだけこの5人が一堂に会する復活はザタイガース2013が行われます。もう一つあります。本です。今年11月末に、 白鳥の湖から花の首飾りへ。これ仮のタイトルですが、はい、こういう本が出版されます。どの内容ですか、はい、えっ、ー、と、これは、その、えー、僕らの一番やっぱり売れて代表曲である、花の首飾りという曲。その曲を通して、えー、その、えー、ザ・タイガースのこと、そしてその周辺。 えーまあ、これは、あのーえー、検証募集で、えー、13万人の、人のあのー、方の中からえ、えーあのー、選ばれた、あのー、歌詞なんですね。で、その歌詞がどういうふうに成立したかっていう。で、それがどういうふうに、えー、また、あのー、時代を超えてですね、その、以前の、えー、から流れてきたか、というようなものを解き明かしていくことによって、 そして、グループさん全体が見えてきたり、そして、えー、タイガース全体が見える。その、ま、個別には。あそして、その音楽事情。全体の今度また、どういうふうに音楽が流れてきたか。というようなことを、えー、ストローの穴から見るというね。<laughs> えー、関係というわけですけれども、うん、本当に僕は、これは渾身の作品なんなんです。そして一番近いところではもう、えー、っと、9月23日。 祝日です。はいはい、え藤原洋記念ホール。これ、慶応の日吉キャンパスですね。そうです。ハッピーバースデー <laughs> イベント。<laughs> はい、2013 i n 日吉行われます。はい、これは、あの、P さんの誕生日の翌日に行われるイベント。はい、どんな内容ですかあ、これは、あの、大体、二通りに分けてますけども、一部はですね、音楽、今あの言いました、腹の首飾り。 まあ僕の周りっていうのが僕らのデビュー曲ですけれども、えー、それが録音された場所。つまり、あの、例えばビートズやったらアビーロードとかそういうのあるじゃないですか、録音したスタジオって。それはこれまで誰も、あの、やっぱりあの、僕らの曲に関しては行ってこなかったんですね。で、そういうようなところえー、そこから僕らが始まったんだと。 でその足跡をたどって、そして、えー、東横4年僕はあの東横4年の日吉というところに勤務を33年間したわけですけれども、はい、音楽事情と、そして自分自身の,あの、えー、これまで、えー、た生きてきた生き方と、そしてタイガース関係と、というようなことをそのです、ねえー、全面的に、えー、一部でお話しして、二部はまたあの別,別の,あの試みで、はいえー、というわけです。 それぞれ、瞳み,みのるさんの公式ウェブサイトをご覧いただきたいと思います。あの、この後、5人のタイガーたちは、はい、まあ、それぞれ、まあ、フィールドもまた違うところもありますけども、ザ・タイガースとして、この先も、我々の前に現れてくれるんですか、ええええ、多分その可能性はないと思います。ないはい。これはもう最後だと思います。多分ないと思います。 寂しいな。<laughs> <laughs> でもそれでいいのかなまたやるって言ったら、まだええー、まだ出てんのって,ってのもういいか減にしろよ、みたいな感じでえー、えー、言われるよりか潔くね、もうね、出ない。<laughs> ええー、あっという間のお時間でございましたが、本当に今週、えーえー、一週間お付き合いいただきましてありがとうございます。そして、いいようこそお帰りなさいませ。ありがとうございます。ひとみみみのるさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。